新しい機材はいつだってワクワクします。すごいスピードで動きますね。こんにちは、作るに夢中、泉根すずです。今日は新しく買った 3D プリンターをお披露目します。バンブーラブの A1 ミニです。まだ発売して1年も経っていない新しくてコンパクトな機種ですね。バンブー自体に勢いがありますが、この機種はネットでもよく見かけます。私はセールを利用して買いました。今まで使っていた機種はクリアリティエンダー2です。2019年に買ったような記憶があります。さすがにガタが来ていますし、機能面でも大きく遅れをとっているんで、今回ようやく買い替えることができました。5年ぶりの 3D プリンターどうなんでしょうか。まずは開封していきましょう。組み立て済みで出荷されるプリンターなので箱は大きめですね。開けていくと、まずは小箱、六角ドライバーやネジ、小物類が収められています。蓋を取り去ると本体が見えてきました。緩衝材も外していって、いよいよ本体です。底や緩衝材にもいくつかパーツがあるのでお忘れなく。無線マウスと思ったら、外装を 3D プリンティングして製作するためのマウス基板でした。フィラメントスプールのホルダーです。鉄製用のフィラメントも入っています。フィラメント送りのチューブですね。これで全てです。では本体を設置していきましょう。細かいアクセサリーだけ組み付ける必要があります。まずは輸送保護用の固定パーツを外します。同梱されている六角ドライバーでネジを外し、プラスチックパーツを外します。ベッド裏の3箇所のネジを締めます。余分なフィラメントを排出する受け皿を取り付けます。フィラメントスプールのホルダーを取り付けます。フィラメントを送り込むチューブを取り付ければ完成です。これで組み立て完了です。電源を投入します。新しい機材に最初に電源を投入するとき、なんとなくドキドキしますよね。初期設定をしていきます。 Wi-Fi に接続します。 Wi-Fi につながったら、表示される QR コードでスマホアプリとリンクできます。続けて各種のキャリブレーションを行います。機械を実際に動かして共振や騒音調整できます。フルオートですごい。ベッドのレベリングも自動です。最初の印刷は 3D ベンチにしましょうか。印刷開始。最初からプリンターにデータが入っています。結構速いスピードですね。でも外側丁寧に描いていくなど、メリハリのついたスピード調整のようです。
20分でできました。早い。早いながらもなかなかの出来栄えだと思います。これがフルオートで作れるのですから、すごいです。 PC アプリからも印刷してみましょう。 ST エリアステップファイルを読み込んでスライスして、ネットワーク経由で直接印刷を開始できます。ゆっくりめのスピードにしたので1時間ほどかかりましたが、こちらもバッチリです。これはフィラメントのスプールホルダーです。 A1 ミニは公式には ABS フィラメントは推奨しないという扱いです。なので試してみました。バンブースタジオでは ABS フィラメントのプロファイルが作れないようなので、 PLA のプロファイルを元に作成します。簡易的にノズル230度、ベッド80度、冷却ファンはオフにしました。さてどうでしょう。印刷できました。細かいところを見ると外壁が乱れていたり、ブリッジが綺麗でなかったりとありますが、調整を詰めていけば大丈夫な気がします。なお、ノズル温度は300度まで上げられますが、ベッドは最高で80度です。開放型の構造もあって温度の管理は難しいので、やはり ABS は推奨ではないものの、このプリンターの使い道が広がるのは良いことです。今回は新しく買ったバンブーラブ A1 ミニを披露しました。5年間の進化、ものすごいですね。フルオートで各種の調整ができるのはすごく便利です。とはいえ、以前の機種で 3D プリンターをいじってきた経験が不要になるわけでもなさそうです。仕組みをより深く知っていれば、さらにこのプリンターの実力が引き出せますからね。このプリンターで制作する作品、ぜひご期待ください。このチャンネルではたまには最新機材も投入しながら、いろいろなもの作りにチャレンジしていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。